リアチュー、昨日はフクエスありがとうございました。ありがとうございました。そう、キヒロです。かっこよかった。え、嬉しい。キヒロして、またあの山梨なので、今週また東京です。台湾のコウさん、ありがとう。名乗るの難しかった？え、でも分かったよ私。ハートありがとう、頑張れてさん、頑張れてさん。アンドピーターありがとう、アンドピーターありがとう、タンタありがとう、ありがとうございます。そのまま東京にいたかったですね。広島リトルウィングさん、ありがとう。タサさん、ありがとう。おしさん、ありがとう。分かったかもしれない。私のあれがあったら多分、多分高猫さんとお写真撮りました。本当に可愛かったです。お隣さん、ありがとうございます。むち、こんにちは。リデンさん、ありがとう。見てピン、チーズのピンゲットしました。ゲット、嬉しい。チーズ、山梨でお待ちしてます。嬉しい、楽しみです。楽しみ、ドキドキ。タンポさん、ありがとう。初山梨、そう、リエチュ初山梨です。こっそり見に行ってました。ありがとう。こっそりか。リエチュのこと見てた、リエチュのこと見ててくれましたか。見た、ありがとう。クキドリさん、ありがとう、ありがとう。お、ティガーさん、山梨、お、新婚旅行中、あ、いいな。幸せそうだ、幸せそう、いいね。みー、ありがとう。信玄餅、え、有名なのかな。みー、ありがとう。りょうさん、ありがとう。お菓子、よしよし。くヒッキーさん、ありがとう。アッスーさん、ありがとう。ペンライト振ってた、下手、ロッカー前。結構私ペンライト振ってる方、結構目は合わせに行くんです、行ってるから、え、わかんない、合わせたかな。ダイトさん、ありがとう。キノコついてるやつ、富士山見た、富士山、富士山見たい。ミンミン、大森さん、ありがとう。昔、ありがとう。前髪切らなきゃ。前髪が伸びてきちゃった。
一番白だった。あ、なるほどね、後ろのロッカーの。クラッチーさんありがとう。あ、みんなに見せたいものがあるんだけど取りに行こうかな。ハルさんありがとう。クラッチーさんありがとう。レッツ見せたいものがあるんですよ。見せたいものが、富士山が見えるかも。アナピータありがとう。ね、取りに行こうね。ちょっと待っててね。ちょっと壁配信で。取りに行けました。ちょっと前髪が変なんだ。チーズのピン、かわいい。これ一回入れたい。じゃん、いけね。ちょっと前髪が長くて切らなきゃ本当に。じゃん、ひよこ。なんのキャラ、これアンパンマンのキャラだよ。アンパンマン、アンアンっていうやつ。アンアンアン、ひよこ。リエツ今どこにつけようか迷ってる。パク。お揃いなんです。ひよこ。このコートンガラスで千穂さんにツンツンってしてました。お揃いです。そう、千穂さんがその時に梅をくれたんですけど、その梅がとても美味しくて私も買おうって思いました。梅をくれたんですよ。梅をくださって、梅が美味しくて
かわいいピオちゃん、ピオちゃん、ひゅひゅ、かわいいでしょピオちゃん、ツンツン、この私このこうやって千穂さんとこうやって撮ったんですけど、こうやって撮ったんですけど、今スマホの背景にしましたその日をこう配信ユーチューブに、え、そうなんですか、嬉しい、猫カフェですね、猫カフェ行きたいです、ヨコちゃんも連れて行きたいんです、こんにちは、かわいいヨコちゃん、自分も100持ってた、にゃー、どこにつきようか迷うんだよね、どうしよう、エアマダリってさ、あれ帰ってきた、そう、黄色したんです、黄色してまたあの東京行きます、山梨が今週あるので、そう、明日にまた広島でお仕事があるので、そう、そのために帰ってきましたレッツ見に行き、嬉しい、大変、お、ぴょんちゃんだ、昨日ありがとうぴょんちゃん、ありがぴょんありがぴょん、レッツ見に行きます、え、寒い、しっかり温かいもの持ってきます、ありがぴょんぴょんちゃんのスマホの裏にひーちゃんが挟んであったお仕事ご苦労様、ありがとう、みんなもご苦労様、寒い中、今日寒かった、気づきました山梨は東京、山梨はそう、いちごちゃんが東京からあの20度、2時間かかるって言ってた、だから合計6時間かかる、うわ結構大変だ、しんどい、今回リエチュー東京に行った時もちょっと気持ち悪くなっちゃって、久しぶりに、あんまり酔わないんですけど新幹線とかは、でも久しぶりに東京来る時に久しぶりに酔っちゃった、私も2回見た、ほんと嬉しいシエタありがとう、あ、そう、千穂さんの時、はい、私 見たんですよ、バレましたかね昨日千穂さんのあの一番最初見たんですよ、あのまず一人であのスタッフさんに千穂さんの見に行きたいですって言ってたら、あ、いいよって言ってくださって、で一人で見たんですよ、でそしたらでも他のメンバーも続々と来て見てました、千穂さんのとても可愛くて可愛かったです船の揺れは、あーでもちょっとグワグワってなっちゃった、渋滞にはまっちゃう、2時間かかる、え、全部バレた、セーターにやった、バレちゃった、そう、2階のうん、紙手、あ、我々なんだ、あー、だからリエちゃんその衣装も着てたから、やばい、衣装バレちゃう、バレちゃう、どうしよう、あ、
安心。お、よかった。そう、リエチュ昨日ね、あの千穂さんの見てたんですけど、そう、衣装ねえ、バレちゃおう。ちえた、ありがとう。今日が、え、嬉しい。そう、とても可愛かったです。お、みんな暴れてる。リネさんがずっと、もうずっと昨日はすごい、なぜかすごい緊張しちゃって、とてもお腹が痛かった。私服もバレたバレちゃった。ちらっ、みーぽん私服で見てたね。りんたろーさん、ありがとう。とても可愛い、衣装可愛かったです。とても、袖を押してた。もう本当に目が、いや、私の目がハートでしたもん。あの、可愛く、とても可愛くて、あー、めっちゃ癒しです。あの、オタクになった気持ちでした。シューヘイター、なる先輩さん、ありがとう。もうオタクになりました。リエチュが本当に、そう、ちょっとどうすればいいんだろうと思っちゃって。周平さん、ありがとう。ガンバイツさん、メリーゴーランド、ありがとう。クリア遠くなかった。楽屋です。楽屋でも、うーん、私は楽屋が1階というか、私 A っていう ABC っていう楽屋が3個あったんですけど、私 A で千穂さんが C だったので、離れ、昨日のケータリングがあのサブウェイだったんですけど、私は何を食べたか当てられますか？選択権は、え、回答権は1回です。みんな当ててみてください。昨日私が食べたサブウェイ、変わってた？お、すごい、チェック済みですか？欲しい、え、そう、欲しくて今日手に入れました。BLT 葉っぱだけ。奈良先輩さん、ありがとう。ピンクのクマさん、ありがとう。何も食べない。何か食べてます。確かにマイキューさん、あ、見ました。私絶対アイドルやめないで、ね、出てましたね。とても可愛かったです。シュウヘイタン、オノピンタン、ありがとう。めちゃくちゃ可愛かったです。わーってなりました。可愛すぎる、可愛すぎるってなりました。正解はメールで送りたいと思います。サンドイッチ、サンドイッチみたいな感じかな。誕生日に LINE しましたよ。 LINE しました。今日も LINE しました。再投稿したよ。あはは、あしらす。ユナイテッドさん、ありがとう。商売上手とは、ローストビーフ、ローストビーフ、タルエビ、
周平さんありがとう。とても美味しかったです。でもバンズはもともと決まってて、でもカスタマイズとかも特にできなくて、でも何々を抜くっていうことはできるんですけど、ソースとか変えることはできなかったです。パンも種類も変えることできなかったので、まあ具材というか具材だけ事前に選んで。調べに行く？ローソン唐揚げくんね、いいね、かわ、嬉しい。そう、2日前くらいに LINE で表みたいな、この中で何番にしますかっていう。ピンプのクマさんありがとう。ゆっくりさんありがとう。お、ツナマヨさんありがとう、ありがとうございます。こちらこそありがとう、マトでした。お店も出てきた、タッチパネル。結構最近タッチパネルが多い気がする。どこ、なんかロボットが、あーロボットがフィーってくるリアッチョに夢中、エミちゃん、花さんありがとう。なんか猫ちゃんみたいなロボットが料理運んでくるよ。あーフィーバー、ラーメン屋さんまで。そうなの、ラーメン屋さん。ニコ生、お、ニコ生ビッグエビさんありがとう。そう、ニコ生、あのニコ生しますよって告知すればよかったんですけど、時間的にできなくてね。ビッグエビさん、アナピータありがとう。ナレ先輩さんありがとう。ひよこ、1ヶ月ね、1ヶ月見れるそうです。まだ見てないのって方はぜひぜひ。ビッグエビさんありがとう。かが、嬉しい。こんばんは、チパングさんありがとう。ゆうちゅうこんばんはです。やっほー、まさなりさんこんばんは、はじめまして、まさてやさん、しぱんぐさん、リンゴスターありがとう、ひよこありんかぴよ、ありんかぴよありぴよ。がんばれっとさん、ミラーボールありがとう、ありがとうございます。ピヨピヨ。あ、そういえばですね、11月30日のオンラインが完売したみたいな感じだったんですけど、そう、多分決済がまだ済んでない方がいらっしゃったのかもわからないんですけど、完売じゃなくなってて、そうなのでね、皆さん決済をお忘れずにしていただけたらなって思います。なんか生々しくてすいません、生々しい話です。クエスト来ました。あ、マサテラさんありがとうございます。決済ね。ハートありがとう。うちは持って、ありがとう、ゴヘイさん。わかりました、めっちゃ。すごいね。特典会も近くで見てくれ。ハートありがとう。
すごい生々しいお話なんですけど、決済お忘れずによろしくお願いぴよ。お願いぴよ。ガンバレットさん可愛い、結婚して法的に無理。まだ11月30日が申し込めるので、ぜひお話し会お待ちしてます。お話し会11月30日お待ちしてます。あと私のおすすめなんですけど、大阪のあのサンタさん、大阪サンタさんもとてもおすすめです。サンタリア中になってお会いしに行きます。サンタさんまだ受け付けてるので、ぜひお待ちしてます。サンタリア中の虜になってください。お疲れ、ありがとう。アルティさん、めんこんにゃん、めんこんにゃん。ヒッキーさん、ジバングさん、アルティさん結婚して法的に無理、法的に無理ピヨ。トナカイですか、どうだろう。まだ衣装が着てないんで、何の衣装だ。サンタさんなのは多分クリスマスのあれだと思うんですけど、なる先輩さんありがとう、ありがとうございます。わー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 、ありがとう、ありがとうよ、ありがとうよ。かわいい青色サンタ、確かに青色サンタもある。おかえりなさい、ただいま。YouTube、 うわ、あとちょっとでね、リチュー注射打たなきゃなんだよね、リチューの嫌いな注射。あーやだー、注射、 YouTube あとちょっとで注射だ、注射打たれちゃう。ああの前ね受けたのと同じやつするんですけど、うん、痛すぎて嫌だった。インフルエンザじゃないんですけど、インフルは多分あのまた別日だと思うんですけど、前1回やったんですけど、3回やるんですけど、1回やったんですけど、あーもう痛すぎてもやばかったです。もう妹とキャーキャー言ってました。3回、そう3回やるの、インフルエンザ、スタバの、いやースタバ、そう痛い痛いよ痛いよって言いながら注射しました。痛かった、イモチューと、そう隣で、あの隣でイモチューが一番最初にやって、2回目私が注射したんですけど、あーもう本当に痛くて2回目したくない、なんか手が震えたんです、注射打った後手が痙攣起きた。いつものチュール、そう自然光の日からちょっといつものチュール。うさぎちゃんありがとう。どの針が一番痛い、なんだろう、前髪ピンク、嬉しい、リュウチュウがずっと欲しかったチーズのピン、痛かった。ビビビビビ、注射打った後ね、ビビビビビビってなっちゃった。めっちゃ面白くて笑ってた、今ちょっとなんか注射打った後ね、
競輪するから手がなんだ、だからそのってなってたから、そう2人で浮いてるって一緒に笑ってた、浮いてるってクレーンゲーム、そうクレーンゲーム可愛いでしょ。痛みは、え、そうなの、ママが毎日、え、そうなんだ、毎日してるの、すごい偉すぎるよ。それではちょっとそろそろ誕生日ます、また夜やろうかなって考えてる。チパングス、あ、ガンプさんありがとう、ガンプ、ガンプさんありがとう。13位読みます。13位ピンクのクマさんありがとうございます。12位ミーミータありがとうございます。11位アルティさんありがとうございます。11位さんありがとうございます。9位なる先輩さんありがとうございます。8位台湾のクオさんありがとうございます。7位アチーさんありがとうございます。6位イコさんありがとうございます。5位神戸のイッキーさんありがとうございます。4位ジパングさんありがとうございます。3位ビッグウェーブさんありがとうございます。2位オノピータンありがとうございます。1位はガマレットさんです。ありがとう、また後ほど、ありがとうございます。また夜できたらしますね。またね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、またありがとう、見てくれて、またね、バイバイ、お仕事お疲れ様、今日もバイバイ。